おもむろに動画を撮り始めました。どうもアザラシです。もしも清宮がホームランを打ったらシリーズのパートなんぼでしょうか。パートなんぼでしょうか。もしも清宮がスタメンで4番で固定だったらみたいな話の16です。パート16ですが、今日はもうあれだ、これでしょう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 。いやー、ついにというか、なんというか、打っちゃいましたね。なんか、どうなんだろうな。このまま清宮がホーヒットは打つけてたっても、別に動画するつもりないよ、なんて思ってたけど、いやー、打ちましたね。ついに、プロ、第1号でございます。いやー、この人は、思った以上にやりますね。まあ、行こう。これもう動画始めます。ゲームの実況なんでね、ゲームの実況しないと。もう5月1週後半だから、ちょっと現実より早いんですけどね。いや、家帰ってね、もう昨日寝たのが2時間ぐらいしか寝てなくて、寝たっつっても12時ぐらいに寝て、そこから起きっぱなしだから24時間ぐらいずっと起きっぱなしなんですけど、レポートに追われてね、レポートとかに追われてね、ほんともう全然ボロボロの状況で家に帰ってきて、まあ、飯を食いながらもう意識朦朧として、飯を食いながら、リビングでね、テレビつけて、まあ、オリックス日ハム戦、まあね、これ見れるの楽しみだなと思いながら見てて、清宮ホームラン打ってんじゃんっていう、って、7試合連続か、清宮ヒット打っとんかな、今日とかと思って見てたら、もうね、いきなりリプレイで、ダイジェストでリプレイで、清宮の言ってんじゃないっていう、もっと早く情報を知る方法あるだろうと思って、テレビつけて初めて知った。いや、すごい、清宮のホームランですよ。言い過ぎ。こっちの清宮は3割5分7厘5本20打点ですが、下手したら、今清宮3割1分ぐらい打率あるよね。でも1本打っちゃってるし、下手したら清宮の方がもう現実の清宮が、このバーチャルの清宮に勝つ可能性だってゼロじゃないよね、こっから。うん。さあやっていこう。なんか今めちゃくちゃ重い。不思議に。まあいいか。もうここまで喋っちまったらもうやるしかねえ。妹勝利ゲット。もうボロボロに疲れて帰ってきたら清宮のホームランでさ、もう疲れも吹き飛んで動画も撮ろうかっていう気持ちにもなるってのはもういいよ。いや、本当にボロボロだぞ、今日は。本当にボロボロだぞ。2試合ほどして、1周分やって、関根が負けた。うちの関根が打たれた。金村、最後は金村。重いけどまあなんとか実況できますね。7勝7点。頭回ってないんだ。全然頭回ってないんだ。まあいいね。金村もやっぱ安定してきましたね。うちのピッチャー陣良くない？こうしてみると4勝0敗だけど。西浦がな、もうちょっと打ってくれたいんだけどな。なんでなんだろう。7点勝ってる試合で、西浦0じゃな。で、金子誠3安打。素晴らしい。で、小笠原2安打。で、清宮がフォアボール2つ悪くない。でも、通算打率が3割3分3厘も乗ってきた。ブランデンがいいね。やっぱ西浦1番おかしいな、うちのチームこれ。が、まあいいでしょう。いやー。で、まあテレビ見てた時はね、ちょうど2対2に追いつかれて、で、ランナー2人ためて、太田大志のスリーランですよ。いやー、やっぱ日ハムはいいよ。スター選手が揃ってるもん。そして、あれだよ。中田翔もね、中田翔も3安打打って、今日1000安打達成ですよ。記念すべき、その日に実況のできる喜びっていう。ね。野球が好きだ。プロ野球が好きだ。中田翔が今、レフト守ってんだね。で、清宮がファースト守って、また雨。どんだけ雨が好きなんでしょうか。なんもできんな。なんもできん。一応人事的には次の週かな。
次の次の週で、あのタイガースのトレードは決まるから、ちょっとドキドキだね。次回だね。一つ二つ見たら試合に入ります。なので本当に今日なんかよく一日中パソコンつけっぱなしにしててですね、そのせいなのかな。それともドリームキャストか、ドリキャスさんか。どうしよう、誰投げさそう。山本の調子悪くないな、雨だから。んでなぁ、1割8分4厘が1番はちょっと良くないな。どう変える、どう変える。足の遅い打者を1番に置きたくないが、それでも出塁率低いよりはいいよな。大幅な打線の組み替え、小笠原を2番に、金子真っ、井出の方が打率は上、上と言ってもって感じじゃん。小笠原を2番にして金子誠を1番、3番をブランデンにして西浦井出、こういう打線にするか。足のスピードはまあブランデンとオバンドは大差ないね。出塁率はちょっと見て分からんけど、左でつながるから3番オバンドという、ちょっと変わった手を使ってみますか。これで、あ、これあれか、毎回変わっちゃうな、これじゃ。まあでも行ってみます。勝て、悪くないね、小笠原5号6号打ってるし、オバンド6号、あ、遅かったの、ちょっとやっぱ遅いな、ちょっとまだ遅いね。清宮落ちてきた。あんなに打ちまくってた清宮が本当に現実の清宮に近づいてきてる。それより下に行くこともこのままだとあり得るね。ただこのバーチャルのハムはめちゃくちゃ強いぞっていうことで、待てよ、ちょっと待ってスタメンいじるから、1番金子誠、2番小笠原、3番オバンド、4番が清宮、ブランデン、西浦、井出、野口、奈良原ってことにしますか。こことこう変えた方がいいか。ダブルチャンス打線風にするために、井出で出塁した後、西浦で返すという風な打線を組んでいきます。よし、これでいこう。さあ見ていくぞ。すっきりしてますね、今日の動画は。非常にすっきりしている。清宮のことが言いたいだけだったのに、清宮のことが言いたいだけで撮り始めた動画なのに、割とすっきりさっぱりまとまりつつあるね。しかし本当に今日はすがれだ。レポート2つあって、一つはレポート、まず、昨日の夜の時点でまだ全然書けてなくてですね。もう大慌てで、なんとか睡眠時間を削るという、もう、最後の手段によって、雨降ってる。なんかここ2日ぐらいずっと雨降ってて、なんか帰りに雨降ってて、めちゃめちゃ体力使うんですよね。今日は晴れてたからな、気持ちよかったけど、昨日、一昨日ぐらい雨降ってて、雨の日のバイクの道ったら、なんか疲労度、家に帰った時の疲労度がもうね、帰ったらもうヘトヘトっていうか、なんだろうね、別になんかすごい疲れたっていうことなんで、精神的な疲労なんだろうかな。家に帰った途端にその雨に打たれたっていうことだけで、何する気も起こらんみたいなね。レフトバンド。今日、打たんかな、清宮。この試合で。そしたらそっちを差し替えて、そっちを動画にしていきたいぐらい。いきなりホームラン。小笠原調子がめっちゃ上がってる2番に置いたら、なんでだ、ダブルプレイ、松中、真ん中中央、閉殺。ね、バイクの雨の道、滑るってのもあるからかな、濡れるってのもあるかもしれんけどね、すんごい疲労度だもん。鳥越だ、ここは抑えてもらいたい。やっぱカクカクだよね、すっごいカクカクしてるね。なんでだろう。ろくに見れんぐらいカクカクして。
音と映像が遅れてきちゃって。なんでだろう、なんでだろう、なんでだろう、なんでだろう。なんかあんだろうな。なんか設定が良くなかったりするんだろうな。ちょっとまあ後々変え、後々ちょっと調整します。ニューニュー撮った時は全然大丈夫だったのにな。なんでだろう。やっぱね、まあうち、自分が日ハム好きだからっていうのもあるんだけど、日ハムってほんと魅力的だよな。日ハムってほんと魅力的だよな、選手がな。ほんと魅力的だよな。なんでみんな日ハムファンにならないんだろうっていうぐらい日ハムのことが好きなんだけど、まあそれは言えないよね。その球団のファンになったら多分その球団のことが一番になるだろうから、それはもう言えないけど、言えない。なんでこの球団のファンにならないんだろうってことは言えないけど、言えないけど日ハムは魅力的だよ。選手がもう、きらびやかだもん。言いたい方だね。今日の試合とか本当ね、西川もホームラン打ったんですよ、ツーランはね。全然打てなかったけど。西川もホームランなんかもなかなかいいよ、やっぱり。やっぱいいですね。太田大志はホームラン打つわ。中田大志は3本打って、3本あって、猛打賞打って、1000本安打し、西川もツーラン打つし、清宮もホームラン打つわでね。もう、悪いとこないよ。悪いとこない。ほんと。ほんとその、なんだろう。我が子かわいそうみたいな感じでベタ褒めしてる。節穴になってる。清宮の打席だ。ツーストライク追い込まれてます。うん、ちょっと映像が見られておりますね。映像が見られております。見えたもんじゃねえな。でもだいぶ落ちてきたね、打率が。4番置いといて大丈夫かっていうぐらい打率が落ちてきた。まあ、日ハムだったらね、あり得るよね、こうやって4番を、売り出し中の選手を4番に置くような、多分。だから、もしも中田が怪我なんてするようなことがあったら、日ハムだったら普通に4番清宮やると思う、今だったら。やっちゃうような気がする。それがいいことなんか悪いことなんか正直わからんね。それで客が読めるならいいと思う。日ハムっていう球団はやっぱそんなにもともと人気があるチームじゃないし、まだまだ人気を掴んでいかなくちゃいけないチームだから、それで人が来るんであれば貪欲に何でもやるべきだと思うから、もしも清宮に4番にやる、中田翔離脱で清宮4番が空白地帯になったら、全然清宮が4番やるのもありだと思うんだが、どうなんだろうな。もっと苦労して4番の座を掴んでほしいというのもあるよな。日ハムだから多分今試合出てるんだよ。他の球団だったら多分清宮とはいえまだ出てないんじゃないかな、スタメンでって思うもん。だってオープン戦ね、見たでしょ、自分のゲームの実況もそうだけど、オープン戦からいきなり胃潰瘍みたいなやつで試合は出れねえわ、2軍戦じゃ19打数ノーヒットぐらいするわでさ、こりゃもうプロは厳しいかなと思ったら、思ってもう見切り発車かなと思うレベルでさ、どうなんだ、1軍に上げたらさ、7試合連続ヒットで高卒ルーキーの初打席からの連続安打記録を塗り替えちゃって、残りあと9安打で9安打のなんたら言う大卒の選手ぐらいしかも残って、大卒か社会人かもしれないけど、そういう選手しか上にいないぐらい、もう上り詰めちゃってるからね、何気にね。なんでブランデー走らせた、今上り詰めちゃってますからね。何があるかわからんって、本当に日ハム球団が清宮の実力を見抜いてたのかな。なんとも言えないんだけど、なんとも言い難い素晴らしい活躍をしてるもんね。ちょっと待ってくれ。指示を出させてくれ、指示を。金村一人で投げてます、こんな雨の中。かわいそうに。かわいそうに。でも、6失点ももした金村に対して同情の声はありません。我が球団には。ただ、もう、
肩を叩いて5本。こんな雨の日に9回まで頑張って投げたにもかかわらず、ねぎらいの言葉もなく最後まで投げさせてもらえない。かわいそうに、かわいそうなことをしてしまっている。清宮のホームランのなんだ、もう一回見せようか、見せない、見せる必要ないか。清宮のホームランのさ、吉田修司だ。あれ、映像がついてくれるんだな。清宮のホームランのさ、なんだろう、その力の入ってない感じ、そんなに。レフトフライ。ちょっと映像なしです。あ、今清宮の打席だったじゃん。あ、怖いか、喉が。あ今清宮の打席をこの映像で潰すという、映像で潰すという、いやーもうサムネに使うとこないぞ今回。どうするべ、どうするべ、サムネに使うとこないけど、ボートの部分使おう。ブランデンはいいよね。まあ、外野フライだけど。まあ、負ける日もありますわ。まあ、こんだけぐだぐだ喋ってて、負ける日もありますわ。金村だったら勝ちたかったけど、まあね、3回に2点、4回に3失点してるところでも、やっぱちょっと厳しかったね。打線もつながりを欠いたし、清宮もヒット打てなかった。そんな日もあります。なんだかこれぐらいなんかめっちゃ打ってるなと思ったら、こっちの清宮ですら打率今3割1ぐらい落ち着いたぞ。多分打数は多いけどな、これ3割1ぐらいに落ち着いてますね。ほんとこのゲームの清宮よりも現実の清宮の方が成績上ってことは、これから普通にあり得るんだなって思うと怖いね。小説は事実よりもきなりみたいな、逆だよ、事実は小説よりきなりだわっていうことにもなりかねんっていうかね。うん、まあ清宮の出る、清宮応援せとは思わんわけど、 すごいこと今やってんだなっていうのは、ちょっとそういうことになってんだなっていうのは自覚しておきたいね。自覚というか、なんか頭の隅に留めておきたいね。いやー、一郎も打率が4割近いけど、ここはあんまり成績はあんまり上下ないね。岩本の6勝は光る。ここね。岩本の6勝は光る。ガンちゃんの最多勝あるぞ、これ。ガンちゃん最多勝見たいね。てーねーねー、これは、え、何？トレード？ライオンズから。誰を狙って？お？おぉ？トヨタ？これは？これは悪くないトレードだな。外野取るし。これは悪くないトレードだな。どうしよう。オバンド、ブランデンの。ファイヤーフォーメーション、いや、石本を使えばいいわ。打率低すぎるもん。使いたくないよ、今の石浦は。このトレード受けましょう。わやか。わやか、わやになるか。そうでもない。豊田清志、豊田、どっち？一時期、巨人にもいたよね。巨人に移籍して、抑えとやってた。この時だとまあ先発タイプだな。このピンチ C、回復 C、ピンチ C じゃない、回復 C、スタミナ S っていう、これは先発タイプの持ち方で先発に使えるんだけど、トヨタ先発いけるね。先発、抑え、中継ぎ、抑えでもいいけどな。いや、これはいい補強じゃないか。西浦が抜けた穴はめちゃくちゃでかいけど。スタミナの確認を。よし。ちゅうことで、今回ここまでです。次週、FA の結果が明らかになります。怖いね。まあ。そこだけは次、動画撮るときに忘れてるかもしれないから、ちゃんとスタメンだけは、スタメンだけは考えてから行こう。ブランデン。調子を徐々に落としてる。お。調子を徐々に落としてるだと？
原田がいないからな。はい、投手起用はトヨタどこに行った。トヨタ中継ぎか。うーん、 2.97。 ミラバルは 2.13。 中継ぎで使うにしてはまあ立山がいるから、中継ぎこいつを先、トヨタを先発にして正田を中継が、どっちがいい。清水だな。清水中継ぎにしよう。清水中継ぎでこれでいいでしょう。なんか投げさせる順番もあった人思うけどな。これと、あ、変えられないわ。よし、オッケー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 。で、選手起用、選手交代。いやー、手が少ないな。石本の方がブランディアオバンドよりも守備が悪いか。それはちょっと信じられんな。2割2分2厘か。こうなるか。まあ、小笠原2番打線をちょっと組んでいきたい。小笠原2番、金子誠1番、奈良原は9番で、清宮が4番で、小坂東が3番で、ブランデンが4番、石本、井出。長打では井出の方が上か、部があるか。こういう打線しようか。下位打線しょぼいな。まあ、しょうがないな。レフト、バンド、ライト、ブランデン。違う。ブランデンのところ、石本。バンドの方と、井出の方。石本の方か。ちょっと待ってよ。打順を今いじってんのか、間違えて。こう。石本とブランデーの守備を入れ替えると。ライト石本。肩弱いんだよな。まあいいか。OKOK。よし。じゃあ次からこのオーダーで戦っていきますが、外野が手薄すぎる。外野が手薄すぎる。まあ、どうなっていくんでしょうか。で、まあ、清宮の方はね、もうホームラン打ったんでね、もうないよ、そんなに。動画の冒頭でまた清宮の、なんか、活躍を伝えたいがために清宮の動画を流すっていうのは多分これが最後だと思いますけどね。もうホームラン打ったら、まあ、あともう見るとこないよな。あとサヨナラタイムリーとサヨナラホームランとかそんなぐらいだよ。もしもサヨナラホームランとか打ったらあれするかもしれんな。か、もしくはあれだな。このまま10試合連続安打打ったらその時は動画にしますわ。ということで、あんまり回ってない頭でやった実況なんで、何しくっちゃべってるか分かってないですけど、清宮、ホームランおめでとう動画でした。いや、すごいね、ほんと。まさかプロ1年目から、しかも、なんか記録継続中にホームラン打つんだからね。つまり、他のピッチャーとかの警戒の中であれだよ。ホームランだよ。すげえよ。清宮すげえって、なんか心の中でちょっとすげえくないだろうって思ってたけど、すごいわ。すごいね。このまま本当にハムの顔になっていってほしいわ。本当に、そう思う。純粋に今そう思ってます。それでは、またちょっとね、次の動画いつ上がるか分かんないですけど、楽しみにしておいてください。ほなまた。